DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャングスターシップアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたかうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。お疲れ様でございます。水野翼さんとこの川さんにお越しいただいてます。はい、よろしくお願いします。今日はまたお勉強の話を、はい、今日は、ハザールユダヤ。ハザールユダヤ、はい、これ結構ね陰謀論好きな人はハザールユダヤとかハザールマフィアとかってマフィア、はい、ユダヤの人の中にもマフィアっているんですか。いや、まあユダヤの中枢はほぼマフィアでしょでこのハザールっていうのがこれ本当の歴史なんですけど、まさにウクライナこのキエフのあたりにあったハザール王国っていうのがあったんですよ。これがユダヤに改宗した国としてユダヤ教を取り入れた珍しい国なんですよ。で、もともとユダヤ人ってどっちかというと白人系じゃないんですよね。あ、そうなんですか。アラブの感じなんですよ。イスラエルとかじゃないですか。もちろんユダヤ人というのはいるんですけど、いわゆる白人ではなくて中東系のはずなんですよ。でも自分アメリカの刑務所で結構ユダヤでもうめっちゃ刑務所の中で金持ってるやつとかいたんですけど、どっちかというと白人っぽかったですね、はい、見た目は。でそれをアシュケナジー系ユダヤって言うんですよ。あ、スファラディ系ユダヤっていうのが中東系なんですよ。他ねちょっと細かいところあるんですけど、大きく言うとアシュケナジー系と、それがヨーロッパ系ってことですか。ヨーロッパ系でスファラディ系中東系の2つに分かれるんですよ。で今のユダヤ人のお金持ちの大半はアシュケナジー系。あー、だから白人っぽいのが多いってことですね。そう、これは遺説もあるんですけど、ハザールユダヤの人たちの末裔がアシュケナジー系だという意見が割とあって、完全に一致してなくても、要するに白人系のユダヤっていうのがどっかで爆発的に生まれたっていうのは確かなんですよ。そこに要はウクライナの周辺ですから、比較的ほら今のロシア人みたいなものを想像してもらうと、いわゆるスラブ系ですけど中東系とはだいぶ違う白人っぽい人たちがそこのハザール王国にいて、その人たちがユダヤ教に改宗してアシュケナジー系ユダヤっていうのが生まれたという説がある。でこれに関してはちょっと歴史学者とかではそうじゃないという人もいるんですが、しかしハザールっていう国家がユダヤ教であって、そこの勢力がその後も残ってるっていうのはこれ事実なんですね。ハザール王国の後にキエフ大公国っていうのが生まれるんですけど、このキエフ大公国がロシアとウクライナとベラルーシになるんですよ。うん、そんな大きかったんですか。いや結構ちっちゃかったんですよ。ロシアがその後でかくなっただけで、それまではあのチンギス・ハンにモンゴルから攻め滅ぼされたりとか、どっちかというとあのモンゴルとかが あの辺をあの極東アジアとか抑えてたのが、まあ、結果的にロシアが広がっていくわけですけど、中心にあったのはあくまでキエフ大公国なんで、まさにキエフら辺が中心だったんですよ。なので今もロシア側からするとウクライナとロシアは一緒だと、まあ、今回、まあ、プーチンも言ってるのは、だからウクライナはロシアに戻るべきだっていうロシア側の、まあ、一応意見なんですけど、確かに同じキエフ大公国から派生したというのは事実なんですね。なんですけれども、ウクライナ民族っていうのはちゃんとウクライナ民族運動っていうのをずっと持っていて、コサックダンスのコサックがウクライナ民族のシンボルなんです。コサックってロシアの広い意味でウクライナも、まあ、旧ソ連だから、でも厳密に言うとコサックの文化っていうのはウクライナのものなんですよ。なので一応ウクライナ民族からすると、自分たちはロシアとは違うんだと、自分たちの民族性を持ってるっていう、ちゃんと民族運動のシンボルがコサックで、ウクライナっていうのは草原なんですね。あの辺って草原、まさに草原の騎馬民族の流れも
組んでるので、まさに日露戦争の時のコサック騎兵のコサックはまさにウクライナのコサック、遊牧民族騎馬兵の流れなんですよ。当時あの辺はまあやっぱ戦乱がずっと続いて、チンギスハンが攻めてきて国が滅ぼされたとかいろいろあったんですけれども、でキエフ大公国がなくなった後にウクライナ組はコサック自治国家っていうのを作ってるんですよ。このコサック自治国家がウクライナになってるんですね。ロシアはまた別に続いていくんですけど、なので、ウクライナとしてはそのコサック自治政府っていうところから、まあ、最終的にウクライナの国になっていったと思っているので、自分たちはズバリロシア人ではないと。で実際にロシア人から迫害を受けたりもしてるんですね。そのコサックの時代にロシアとしてはもうそのコサックなんかけしからんと、お前らもうロシア人でいいじゃないかと、まあ、やっぱり言われてきたので、まあ、それに対する反発はずっとあって、まあ、今に至ると。それとさっきのハザールユダヤは、ハザールユダヤはずっとそのエリアにユダヤ人は残り続けるわけですよ。だって元がキエフ大公国の前がハザールユダヤだったんだから、だからあの辺はもうずっとユダヤ人がいるんですよ。だからロシアにも今もユダヤ人はたくさんいるし、あのもちろんウクライナにもユダヤ人はいるし、でさっきポグロムっていう話が出てきたと思うんですけど、しかしやっぱり異民族なんでユダヤ人は迫害されたりもするというか衝突を起こすわけですよ。ズバリロシアの人たちからしたらもうユダヤ人というのは異民族なので減ってほしいと思うわけですね。ウクライナ人にとってもユダヤ民族っていうのは減ってほしいとやっぱ思うわけですよ。その迫害のことをポグロムって言って、でロシアでもウクライナでも起こって、でポグロムの結果ロシア系ユダヤ人がアメリカにたくさん移住した時期とかがあるんですよ。その、ロシアから移住したアメリカの、ユダヤ人たちが実はなぜかネオコンの支持勢力になっていくわけですけど、まあちょっとこれまたそっちも話として長いんですけど、ネオナチとネオコンのちょっと詳しい解説の話も聞きたいと思います。ネオコンもちょっとパワーワードなんですけど、はいはい、最近ちょっとインターネットでかなりそういったそうですねワードが出てきます、はい、ネオコンは今回のウクライナ戦争の後ろ側でもずっと動いてるんですけど、はいはい、でもやっぱりユダヤ人って確かに本当に迫害されてるし、いろんなこう国を移動しちゃったりするんですけど、ただハザール王国っていうのがもっとあったことによって、あの辺にはもうだってもともとずっとその辺にユダヤ人がいたんですから、それは国がある程度こう入れ替わったとしてもユダヤ人っていうのは未だに残ってるし、だ今回 の、 そのウクライナ戦争の後ろ側にユダヤ勢力があるって言ってもそれは当然なんですよ。だってもうそんなもん紀元800年ぐらいからずっと住んでる人たちですから。でイスラエルっていうかユダヤの民ってやっぱチリジリになっちゃったから、もうねいろんなところで暮らしてるし、またハザールユダヤっていう人たちはちょっと特殊なのは改宗したユダヤ人である、宗教を変えたユダヤ人であって、もともとのユダヤ人じゃないじゃないんですよね。でもそもそものユダヤ人の定義がユダヤ教信仰者のことをユダヤ人というっていう方向に向かってきたので、それはでもどちらかというとハザールユダヤが力を持ったのでそういうプロパガンダになったんだと思うんですよ。もともとのオリジナルユダヤがいいって言われちゃうと、そのアシュケナジー系ユダヤ、白人系ユダヤはちょっとレベルが下がっちゃうじゃないですか。なので むしろそういうのは関係なくユダヤ教を信仰しているのがユダヤだっていう多分方向に持っていったんだと思うんですよ。ユダヤの中でも偽物ユダヤ、本物ユダヤみたいなこう闘争とかあるんですか？それは多分ないと思います。偽物ユダヤって言われ始めると白人ユダヤの方が劣勢になるので、今支配してる方が白人ユダヤですから、いわゆる的な人たちもどう見てもアシュケナジー系ユダヤだし、例えばとかあとみたいなそういう有識者もやっぱりアシュケナジー系白人系の方が多い、やっぱ白人系の方が中枢にいるので、無理に本物偽物っていう話は彼らはしたくないと思うんですよね。血は入ってるんですかね、 DNA 的なのはユダヤ人の研究してる機関があるみたいですけど、ああそうですか、多分真相を究明されると白人系ユダヤの人たちが困るからしないんじゃないですかね。でも少しはありそうですよね、お母さんは。いや、ないんじゃないですかね。
あ、そしてその今回の件でウクライナマフィアとかロシアマフィアとかあの辺のそのマフィア勢力とユダヤ勢力のつながりって、まあ、どう見てもこう見えるわけなんですけど、いやむしろ K さんとかそのロシアンマフィアとか、まあ、業界がお詳しかったと思いますし、ロシアンマフィアもウクライナにいるそのマフィアの人たちも多分一緒だと思うんですね。ロシアマフィアだウクライナマフィアだとはなってないと思う。なってなくて多分一本だと思うんですよ。で今ウクライナの人でウクライナから出てすごくお金持ってる人たちはいろんな国に行ってもうホテルのスイートルーム借りて毎晩お酒飲んで宴会してその国の人が迷惑しているぐらいお金を使って生活してるわけじゃないですか。だけど本当に徒歩組っていう本当に貧乏な人たちで本当に避難してる人たち何時間もかけて歩いてそこまでやっと着いてボランティアの炊き出しのところにいる人たちっていうのが結局さらわれたりとか子供を誘拐されたりして行方不明になってるのがすごく多いじゃないですか。でその今人身売買とか臓器販売ですか、はいはい、が起こってそうだと問題になってるんですね。で実際に本当にもう行方不明になってる子供とかあの若い女性とか結構いるんで、そういうのって結局やっぱもうそういう人たちがこの戦争に便乗してお金儲けをしてるっていう状態ですよね。やっぱ戦争屋の人たちって武器を売って儲ける勢力だけじゃなくて、うん、今回もすでにやっぱ人身売買起こってるし、うん、書き入れ時じゃないですけど、うん、そのやっぱ戦争とか動乱の後ろ側でマフィアとかって仕事しやすいですよね。そうですね。人がいなくなっても分かんないですしね。アメリカの刑務所の中にいたっていうその双子がいるんですね、ロシアマフィアの、うん、そいつらはがでバズーカとか戦車とかヘリコプターとか必要だったじゃないですか。それはそいつらが売ってるんですよ、うんうん、だそんなのは戦争に武器を売ってる人にしたらもう本当のアルバイトぐらいのものじゃないですか、うん、もう量が全然違うんで、うん、だからまあ例えばプーチンの政権の横でもロシアンマフィアとかが、まあ、暗躍してるし、うん、まあ、当然プーチン政権なんかもロシアンマフィアとうまくやることによって、うん、まあ、政権を安定させてきたみたいなところが多分あると思うんですよ。そうですね。彼もほら勝手に法律作って大統領である限り殺人を犯しても罪にならないとかやってるじゃないですか。そういうので結構そういうロシアンマフィアとか使ってると思うんですよね、うんうん、実際ねあの、うん、とかプーチン側の、民間軍事会社が、うん、いや今回あのゼレンスキーとかはになんか400人キエフに入ってますって言ってたのが、うん、って軍事会社ですけど、ああいうところにもマフィアは当然、ね、多分関わって一緒に仕事してる感じですよね、うん、そうですね。お金儲けにはもう関係ないって感じですよね。まあ人の命なんか彼らはね、うん、何とも思ってないですよね、うん、もうお金を多くくれる方につくって感じじゃないですかね、うん、はい、金で。いやでもそこにやっぱユダヤ勢力なんかも入ってロシアンマフィアって言ってるけどユダヤ系ロシアンマフィアとか普通にいるわけですよ。だからやっぱうまいというか、あのなんか気がついたらああユダヤ系だっていう人がやっぱずっとあのウクライナとかロシアのあの辺で暗躍して、まあ、戦争になって余計儲かってみたいな、今そんな状況に見えますね。ロシアマフィアのあれは見た目がスーパーエリートでものすごくいい人に見えるっていうのも問題って言ったら問題ですよね。悪人に見えないんで。いやでも本当のマフィアってもう今やそうじゃないですか、はい、ロシアだけじゃなく、はい、そうですね、まあ、ユダヤ系マフィアとかも前の回で言ったとかも、はい、まあ、ロシアの大富豪ですけど、うん、まあ、宗教にもお金出してるし、まあ、マフィアともつながってるってやっぱり聞こえてきますし、まあ、そういうやつらがもうマフィアを動かしてる、ね、マフィアの中枢も超エリートの人に見えるっていう、民間人とか一般人がやっぱ巻き込まれて死ぬと良くない状況ですね。はい、自分のやっぱその知り合いのロシアマフィアのやつたちも
でも見た目じゃ普通に夏なんか B さん履いて T シャツ着て斜め掛けのバッグ垂らして歩いてるんで絶対わかんないですからね。ビジネスとして悪いことしてる人たちがマフィアって言われてますけど、そういうマフィアの人たちって今世界にどれぐらい、どれぐらい、どれぐらいって僕も数わからないです。もちろん計算は。でもその結局はその金融資本に雇われ、まあ、お金をもらってそういう位置づけだと思います。くれるところにいろいろ移動してる、はいはい。そういうことだと思います。スタイルも全然昔とやっぱ違うから。日本にはいるんですか。日本にいっぱいいますよ。六本木とかにもいます。いやまさにねカジノとか始まろうとしてるから、はい、もっと入ってくるんじゃないですかね。まあ、今までも入ってきてると思いますし、はい、防対法なんかができてね、日本のやっぱヤクザが弱められて、それに乗じて入ってきたっていうことじゃないですかね。それも狙いだと思いますけどね。なんかヤクザの人ってこう見える感じがあるじゃないですか、まあ、見た目から、うん、分かるんですけど、マフィアって本当に分からないから、そんでもうもっと根本的にもうきちきちっとあの地盤を作って入ってくるんで、例えばじゃあなんかビジネス始める前に、じゃあ青山の骨董通りに会社を作ります、でそれを上場させるまで行ってから物事を始めるんで、でそこの代表にしてる人間っていうのはどっから調べても前科もないし、いい学校出て、で家計もお金持ちの家計の人間を立てるわけじゃないですか。だから調べても何にも出てこないですよね。そういうとこから始めていくからやっぱ規模が違いすぎますよね。表向きは綺麗な感じですけど、うん、裏は、うん、でしかも国際マフィアなんて日本の警察権力で捕まえられないですよ ね、うん、そうですね。捕まえる方法がないですよ、能力的にも、うん、多分仮に何かの容疑で逮捕しても多分大使館がもうすぐに出しに来ます、ね、どうする日本。いやいや本当にあの海外マフィアの動きっていうのは日本において、うん、極めてまずいと思いますよ。本当にまずいと思います。目を見張っていかないとでも大変ですよね、これから。そうなんですよ。でももうなんていうんですかね、マフィアの方が力を持っちゃってるから、もう遅い。いやいや、まあ遅いじゃいけないんですけど ね、うん、あでもそういうふうに思ってた方がいいですよね。うん、まあ、まずは知らないことにはね、うん、そうですね。だから別になんかウクライナとかロシアで起こってるロシアンマフィアが臓器売買で危ないよねみたいなことは、いや日本でも今も起こってると思いますよってことです。多分明確になんかアジア人の臓器必要ですとか絶対 ありますから。例えば今中国の人がたくさん腎臓の移植をしたいんですね。順番を待ってると手遅れになるから早くしたいんですよ。で中国ではできないんですね。でそれができるのはメキシコでできるんですよ。その合う臓器っていうのはメキシコがすごく近いらしいんですよね。でメキシコでやっぱやりたいだけど、カルテールっていう向こうのマフィアがいるんですけど、それを一回白人が段取りをして一つの病院で腎臓移植を順番飛ばしてやらしたんですね。もう全部殺されちゃいましたからね。それを段取りした人間も間に入った人間も病院の先生も移植した人も全部殺されちゃいました。そんくらいやっぱり利権があるってことですよね。いや臓器ビジネスは相当じゃないですか、はい、日本人も絶対さらわれてると 見るべきですよね。そう思います。でもそんな勢力を日本の警察はやっぱ捕まえられないですよね、本当。でも多分知ってると思います。だけど手が出せない状態にあるんだと思います、うんうん、でしょうね、はい。考えてちょっと生きなきゃいけない時代に入ってますので、はい、皆さんもしっかりお気をつけください、はい、本日はありがとうございました。ちょっとこれ宣伝をさせていただきたくてですね、はい、本人来れていたらよかったんですが、あの、そうですね、今度私たちあの翼の塔でですね、千葉県野田市議会選挙の準備をしておりまして、5月22日に選挙があるのですが、うちの庄司真央という人間が立候補準備をしておりまして、実はこの野田でもですね、いや K さんの番組見てファンになったんですという声もですねいただきまして、ぜひこの K さんチャンネルを見ておられる皆さん、野田で翼の党の選挙ございますので。外線やってんですか。
昨日までやってました。本人はやってます、はい、昨日まで僕行ってました。ああそうなんですか、はい、選挙自体は5月22なんですけれども、27歳庄司真央、とりあえず覚えてください。お願いいたします。はい、ありがとうございました。俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。 Right